はい、どうもこんにちは、 N スタジオのデューです。ポケットモンスターシャイニングパールの続きをやっていきます。さあ、早速行こうか。次はどのタイプだ。うわぁ、わかんねえ。地面か岩か、そんな感じっぽいな。ちょっとトントンを先頭に置いとこうかな。おやおや、可愛らしい、それでいて頼もしいトレーナーだね。おほほ、私はキクノ。特に大事にしてるのは地面タイプのポケモンね。じゃあ、おばさんがそれだけやるか見せてあげますよ。地面か。だったらここはトントンとハヤテが活躍する場所かな。しょっぱなヌオウか、えぐいポケモン出してくんね。さあ、どう攻めようか。効果ありなんだよな。濁流使おう。あ、忘れてた、浄水だ。ちょっと耐えれるかな。耐えろ。よし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 、草結びでどんだけダメージ与えれるか。オッケー、ナイス。ジャーニー。ナマズンは地面電気だったかな。これはトントンでいけるんじゃないかな。濁流でいけると思うんだけどな。水地面だっけ。電気持ってなかったかな、マズンは。まあ、もっぱつ濁流で。次はウソッキーか。ウソッキーなら岩地面でしょ。トントンでいけるか。もうここはトントン頼りになるな。濁流。あー、足らなかった。だったら水の波動で。おっと、ギリギリ。ゴローニャか。そのままだな。相手はあと2体。ちょっと回復の薬を使おう。多分このゴローニャは頑丈持ちな気がするんだよな。痛い。
水のハード、あ、向こうの方が早いのか。あー、ごめん、トントン。これで1段階攻撃下げて、元気のかけらで1回トントン復活させといて、やってくれると思ったよ、颯なら。で、インファイト。やっぱ頑丈持ちでしょうね。勃発ストーンエッジが来るんじゃないかな。いやー、もうさすが。で、こっちの方が早いから、もう電光石火でいけるっしょ。使ってくるか、やっぱり。これでちょっと削っといて、もう一発インファイト。よし、これで落とした。さすが早手。最後はカバルドンか。カバルドン、ちょっとトントンには無理させちゃうけど、濁流で。耐えるか。おー、耐えろ。耐えないか。ごめんよ、トントン何回も。くそー、ただ早手かな。OK、 油断はしませんよ。どうせ回復使っていくんでしょ。ただなぁ、相手地面と岩使ってくるんでしょう。氷の牙、ちょっと予想外の技来たね今。インファイトで落としきれるはず。よし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 。大したものですよ。あなたがポケモンを信じて力を出し切っての勝利。負けたに思わず微笑んじゃうわ。大したものね。ポケモンと人が力を合わせて勝ち取った勝利っていいわね。それこそが強さね。あなたたちならどこまでも行きますよ。もういろいろとやられすぎた。トントン回復させて、あ、間違った。回復の薬
ジャーニーと、うん、行き過ぎ、早く。さあ、次の四天王は誰だ。おお、大馬か。だったらトントンでいけるかな。多分メイン的に使うのはこの3体かな。よっ、トレーナー、いつやってくるのか指折り数えて待ってたぜ。渚でのことはデンジの野郎から聞いたぜ。あいつの心に火をつけるとは期待が高まって仕方がねえ。まあ貸しとけ、お前の心にも火ちゃんと灯してやるよ。5体か。ギャロップ、まあ水の波動で催眠術とか、また珍しい技使おうとしてきたな。パーツ、もうパーツ、アイアンテール、防御下がるのか。とりあえずギャロップ撃破と。ミミロップ、ノーマル格闘だったよな確か。ハヤテでいけるな。じゃあこのタイプじゃないやつを使ってくるんだ。ああそうか、ゼロか。まあブレイブバードでいっかじゃん。飛び膝蹴り、食べ残しで回復と。一発ブレイブバード、あれ引っ込めてきた。なんてこった。してんのって、それでポケモン変えたりしてくるんだな。後手に回っちゃうな。硬いんだよな、特殊タイプがいないからきついな。いや、もう一発火炎車撃った方がいいな。自信は使ってこなさそうだ。ごめん、泣きそうなのはわかるけどこれで決まるから。マジか。だったらどうする。こっちも回復の薬使って、でいいかな。
間違えた。火炎車したところでか、残るよな多分。回復はもう使ってこないはず。よしよし、で耳ロップまた出してくるのか。あ、間違えた、間違えた。むーちゃんに変えようと思ったんだ。うぃー、ある意味正解だったな。フワライド飛行を持ってたはずだからエスパーダで行こう。スパークで行こう。小さくなる。だったら10万ボルト。オッケー、ナイス。鬼火かわすのな、さすがだ。さあ次はゴーカザルときましたか。水の波動、オッケー、ナイス。タスキ、お、酔ったね。タスキ持ちだったか。どんまい。まさか、まさかの敗北だ。見くびっていたわけじゃない。だけど負けるとはみじんにも思ってなかった。すごい、君と君のポケモンすごいぜ。まあ、あの終わり方は嫌だろうな。ふう、燃え尽きちまったぜ。さあ四天王はこれでラストかな。四天王倒した後次チャンピオンが待ってるからな。エスパーっぽいな。エスパーかゴーストって感じだな。これはいいタイミング、ちょうど本を読み終えたところでした。では自己紹介を。私はゴヨを使うのはエスパータイプ。それにしてもここまで来るとは相当な実力の持ち主。四天王最強と言われる私も全力で戦わせていただきましょう。エスパーか。
バリアード。バリアードか。一旦スパーク。光の壁を張られた。もう一発スパークでいいかな。10万ボルト。チャーレムか。チャーレムか。しまったな。格闘入ってたはずだから早く切り替えよう。あるのか。翼で撃つ。キリン力。キリン力。エスパータイプだけだったっけ。砕く。サイキネか。予想だけど相手も回復の薬使ってくるんじゃないかなと予想して。やっぱりね。あ、間違えた。ウェパツ噛み砕く。相手もサイコキネシスを使ってくると。トリックルーム。トリックルームか。向こうのが早くなるのか。ルーディンか。ルーディンの方が早いのか。だったらこっちが先制になるはず。トリックルームはあれだからな、素早さ早かったら高校になっちゃうから。ドータ君、絶対ドータ君の方が遅いな。
楽々でいけるんだけど、あー地震使っていくのか。おーナイス。お盆か、どうしようかな。多分また地震は使ってくるはずだから、格闘がないもんな。ブレイブバードしかないけど体力が微妙。いい、耐えれるかな。耐えれたら火炎車で押し切れるとは思うんだ。よし、これでこっちが先行で殴れるから。オッケー、なるほど、今までの3人に勝ってきた、その強さ本物ですね。これであなたは四天王全員に勝ったわけですが、まだ終わりではありません。ポケモンリーグには私たち四天王よりもはるかに強いチャンピオンがいます。さあ扉をくぐり抜け、最後の戦いに挑みなさい。 OK、 チャンピオンを倒しに行きましょうか。行こう。チャンピオン、いざ勝負。元気にしてた？そう、天眼山のこと感謝しています。どんな困難にぶつかってもポケモンと乗り越えてきたのね。それはどんな時でも自分に勝ってきたということ。そうして学んだ強さ、君たちから伝わってくる。さてと、ここに来た目的は分かっています。ポケモンリーグチャンピオンとして君と戦います。おー、シロナさんとバトルか。記憶が正しかったら一発目ミカルゲかなんかじゃなかったかな。俺やっぱりこいつ確か弱点がなかったんじゃなかったかな。めちゃめちゃめんどくさいタイプなポケモンだったはず。どっちの方が良かったっけな。物理で行ってみるか。お、麻痺、それはでかいね。物理であれだけしか食らわないから、特殊当ててみるか。引っ込めた。トリートーの多分地震系打ってくるような気はするんだけどな。水地面、草が効果抜群なのはわかる。ジャーニーできるかな。岩石封じか。草むすび、食べ残しで回復するけど回復は使わないと思う。よしよしよし、
もう一発ミカルゲ出してくるのか。エスパーザで行こうか。特殊技で行ってみるか。10万ボルト。あ、これは回復使ってくるな、多分。あ、使ってこない。ローズレイドか。ジャーニーに任せるぜ。燃やしてやれい。火炎車。向こうの方が早いか、やっぱ。毒のトゲではなかったか。いや、回復使ってくるでしょう。向こうの方が早いかな。お、引っ込めた。わお、ミロカロス。うーわ、火炎玉持ちか。火炎玉持ちってことは、根性だったかな、確か。かわいいんだけどな。進化させるの大変なんだよな。どっちだったかな、特殊に強かった気がする。いや、どっちもどっちか。ボルトチェンジでいこう。で、予想だけどロズレイド出してくると思うんだ。迅速は覚えさせます。波動弾はなくしてもいいかな。このパイロン意地っ張りだからな。物理タイプなんだよ。多分だけどローズレイド来ると思うんだ。で、回復の薬を使ってきたらめんどくさいから火炎車。もうさすがだな、ジャーニールカリオ、炎を格闘。ジャーニーのままでいけるかな。火
火炎車で。向こうの方が早いか。耐久はそこまで高くないのは知ってるから、ガブリアスか。氷テープいないな。氷地面トントンでいけるかな。水の波動で。うわマジか、研磨積んでくるのかこいつ。氷タイプがいないんだよな。だいぶ痛いよね。さあここが肝かなと思ったら、そうか氷じゃなくてフェアリーでもいけるんだ。だったらムーちゃんのマジカルシャインでどうだ。どっちが強いね。あ、やばいな。ガブリアスでちょっと押されてるのはきついな。元気のかけらでムーちゃんにして、自分殴れ自分を。だるい。ムーちゃん回復したけど、ブレイブバード使うか。向こうの方が早いのか。あーサメ肌で多分次回復使うんじゃないか。ってなってきたらこっちも簡単の薬使って、どうしようどうしよう。エスパードの方が足遅いから、ムーちゃん回復させて、ちょっとでもダメージを先に与えとこう。多分負けるでしょう。ごめんよ、あえてってなってきたらちょっとこの辺で威嚇しつつ、研磨使ってくるんじゃないかな。どうだろう、使わなかった。よしよし、威嚇でだいぶ攻撃下げてるから耐えれるは耐えれるな。
マジか、まだ耐えるか。まあこれで終わりだけどね。よし、勝った。いやー、ギリギリ。さっきまでの君は最強のチャレンジャー、そしてたった今最高のポケモントレーナーとしてチャンピオンになったのね。お見事です。素晴らしい戦いだったわ。ポケモンが最大限力を発揮できるよう応援しつつ、冷静な判断で見事勝利した。その情熱と落ち着き、2つを合わせ持つ君とポケモンならいつだってどこでだってどんなことでも乗り越えられる。戦っていてそう思ったの。新王地方の新しいチャンピオン誕生ね。さあ、そのリフトに乗って。この先にあるのが殿堂入りの部屋。竜、さっきの戦い見事だった。あら、七かまど博士。うん、ポケモン図鑑の手伝いを頼んだ子供がここまで来た。その成長見届けるのが当然だろう。竜、なんというか大人になった。すごく頼もしく見える。相変わらず子供がお好きなんですね。リュウ君、こっちに来てくれるかしら。七かまど博士もどうぞ。久しぶりだな、ここに入るのは。私がチャンピオンになった時だとすればかなり昔のことですね。さて、リュウ君、この殿堂入りの部屋に刻むのは君たちの名前、残すのはここに来るまでの旅の思い出。さあ、ポケモンリーグの厳しい戦いを勝ち抜いた君と共に戦ったパートナーのポケモンをこのマシンに記録しましょう。いや、やっと殿堂入り。はい、というわけでチャンピオンになって、一通りストーリーは終わった感じなんですけど、まだ捕まえてない伝説のポケモンとかもいるんで、そこはおいおいやっていこうかなと思います。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。では次回の動画まで、またねー。